じゃあストップガンチャンネルのみっちゃんです。あら、なんか可愛い座り方で。今ね、お腹痛くなってきた座り方のせい。うん、マジか。早く終わらせないと。今肛門閉めてるとこ汚ねそういう次元だった、うん、あれ、これはあれか。それはヨネちゃん TV と採取に行って撮ってきた 43mm のメスと、うん、58mm のオスをかけたやつだったかな。うん、三好って書いてあるもんね。そうです、愛知県の三好市ってこと。あ、バイト先の先輩三好って名前だったな。関係ねえな9月9日の2例で10月8日にこれに投入したってこと。ああ、そういうことじゃね。一時保管しといて後からボトルに投入したんだ。そうだったっかな。で、1ヶ月も経ってるね、2例から1投入まで。どういうことだ。プリカかなんかで保管してたのかな。ああ、これ自分であれだな、餌をなんか作ってたからさ、うん、それが完成するまで時間が1ヶ月経っちゃったじゃない。もう覚えてねえや。でもね、幼虫ここ見えてるけどいい感じで育ってるよ。あら、15-16g いったかな。まあ実はね、これ産地違うけど、うん、あの菌糸とマットで差は出るかなと思って、うん、ちょっとマット飼育にしてるからね。あ、じゃあ菌のやつもいるってこと。いや、いない。どだからあの産地違うけど。産地違うからってことか。そうそう、だから安倍川は、安倍川は、うん、で、置いてるとこは一緒ってこと。違います。全員参考になんないじゃん。参考になりません。こっちはだって温室の方に入ってたやつじゃない。うん、あのごめん、あんまり考えないで飼育してるから。どう考えさせないで、あんまり考えた方がいいよ、飼育は。質問しないで、あんまり。いや、俺のガラスの椅子占領してるもんね、こういうのちょっと、あんま動画で言うとさ、僕のイメージが悪くなる。そうかそうそうそう。だからガラスの椅子新しいの組み立てなきゃな。だから新しく買ってたんか。そうだよ、材料ね。だってブリード困るもん。もうそうか。もう春に向けてセットしなきゃな、いっぱい。まあ、じゃあそれはガラスの椅子にいるやつなんで。はい、うまくこっちの方が育ってるような感じするな。まあでも温度の差も多分あるんかな。うん、まあ、温度が高い方が成長力はあるけど、うん、温度間違えると羽化しちゃうので。そうだね、難しい。でも22ぐらいになってるからちょうどいいじゃない。ああ、びっくりした、22g かと思ったよ。グラムはないと思うよ、うん、まあでもいい感じの幼虫だからちょっと掘ってみたいと思います。はい、じゃあ掘り出しお願いします。はい、じゃあこれを掘ってみたいと思います。はい、前回入れた時も多分2例だったんだな。重さとかは全然書いてないから。うん、うん、何人が出るかな。餌は同じやつを継続して作ってある。あ、そうそう。じゃあイエスオフコース。そこだけはあれだな、ちゃんとできてんなそこだけは、うん、あー、なんか汚ね色してんな。まあでもマット振ってるからじゃないの。なんで平田ってこう卵巣みたいのあるだろうな。あー、カブトムシでもあるじゃん。あー、間違えた。オオクワもたまにあるけどね。11時。このマットはどうですか。わかんない、なんかコーヒーのカスに見える。いや、そう、引き立てうん、引き立てブルンだから。なんかコーヒー豆を吸ったのみたいに見える。あー、確かにね。なんかあれだね、あんまり発酵し、色的には発酵してるように見えるんだけどさ。だからこれ生ガ発酵の微粒子なんだろ。あ、そうかそうか。こういう感じになるじゃない、硬い角が尖ってる、ね、硬いチップみたいに、うん、そう見えるもんね、うん、あれ、あ、そっか、ラベルねえな、これ。ラベルなくて書いちゃったのか。うんうん。いや、どうだ。あ、いるいる、幼虫。いなかったら困るけど。うん、いなくなってることもあるよ。ほんと、うん、神隠しかな。お、いい幼虫だぞ、これ。お願い。おお、ブリッとしてるけどやっぱ平田短い15 同じですまるで兄弟ってやつだな。うん、本当に短いね。うん、なかなかだけマットシークででかいの出すの難しいよ、本土も。うん、そうか、うん、じゃあ次これいきます。はい、これ見えてる。これはね、見えてないけど、なんかね、うんこの塊がここにあって、これがなんかオスのうんこっぽいもんで一応掘ってみます。なんでオスのうんこっぽいの。大きい塊ってあのケツから出た状態。そうそう、これここに四角うんこがあるから、ここらにもあるさ。それがオスのうんこっぽいから一応これは掘ってみたいと思います、うん、あ、結構上の方まで一回来てるわ。うんこ上にもいっぱいある。マジで。ほら、これ変えるタイミングとしてはどう、遅いぐらい。10月のだから早すぎるぐらいだと思うけど。あ、そうなの。これ見て、このデカさのうんこ。
これが横からも見えてたさ。おー、でかいね。これ多分オスだなと思って。うん。下の星回ってんな。まさか溶化しようとしてんじゃないかな。マジですか。あ、でか。うん。カメラ越しに見ると全部でかいんだよね。おー、いいじゃん。いい線いったな。これもっと食わしてもよかったと思うけどね。あー、さっきのマット。うん、早すぎると思う、交換。そうなの。うん、その心は。これってマットの中のさ、バクテリアが増殖してる状態じゃないと、うん、平田うまく育たないから、何回も交換するんだったらある程度マット飼育だったら2度食い3度食いするぐらいの方が。で、禁止の方が2度食い3度食いさせた方がいいんじゃないの。禁止はね、禁止自体を食わしてるから、うん、考え方はちょっと別だよ。だからこれマットも全交換しないで半分のやつは混ぜるって人もいるさ。あ、丸バネやん。うん、これらも一緒。そうなんだ。バクテリアのコントロールで育つから。で、混ぜて混ぜて。いや、もういいよ、混ざっちゃってるしこれ。確かに、マジか。うん、で、子供らが講習会昔やってた時、うん、奥歯型だけどやっぱマットの中に、あ、下だけ半分新しいの詰めて上半分は混ぜたやつを詰めさせてる。言ってたね、それ。うん、そういえば。それで、それでやると一番最大マット飼育で73ミリまで出した。あ、でかい。なんだ、俺ただマットケチってるだけかと思って。ケチってるじゃない、ケチってる。講習会ってはなんかあの全然お金取ってないじゃん。うん、あのだからさ、あの材料を引かせるためかと思って。違う違う違う、あのそでかいのを出してもらいたいからマット飼育で。へえ。ただ禁止とかでやるわけにいかないからさ、子供らから。そうか。で、マット飼育でやって、それで最大73まで出したよ。うん、あれだよね、あの富士市の、そう、公民館というか今の町づくりセンターって名前になったけどに頼まれてやってたやつよね。そうだね。懐かしい。それで4箇所ぐらい回ってた。うんうん。じゃあ次これ行きたいと思います。これもね、ここに空間の穴が大きく開いてるから、うん、この多分オスだと思うさ、ここらも。おお。うん、これはちっちゃいな。さっきのちょっとちっちゃいけど、いいじゃない。細いね、こいつ。で、禁止でやったものとは幼虫の色の雰囲気違うね。うん、やっぱ黒いもん食ってるから全体が黒っぽいからさ。そうね、なんか透明に見えるもんね。それで汚い幼虫に見える。あんまり大きくなりませんね。まあ、ほんと平田がワイルドから行くとこんなもんじゃない。うん、飼育してさ、類大してっていいの作れるようにやらないと。うん、で、やっぱ遺伝的能力が高いものやらなきゃならないから、たくさんやってさ、うん、その中から環境に合ったりいろいろするものを選ばないと。まあちょっと俺にはそこまでできなそう。うん、できないだろうな。うん、先に4本書いて、ちょっとこれハエがいたので、はい、一応後から2本やることにしました。はい、はい、はいはい。あれ、どこ行った。見えてる？これもね、通った穴がでかいから多分オスだと思うさ。やった。あれ、これの兄弟のメスも結構溶化してるもんね。うん、もう溶質になってる、ほとんど。うん、溶化はしてないか。うん、お、見えた。月の糸。あまり大きくない。灰のションペンって飲んだのかな。そんなにでも灰のやつ。いや、でっかくね。あ、でっかくねえわ。カメラ越しに見るとダメだな。全部でかく見える。うん、ほんとだ。 10.8。 もう少しで109だったのに。この幼虫はまだ伸びそうですか。これはまだ伸びるね。ありがとうございます。あ、蓋変えたんだね、今回は。うん、ハエがいっぱいいたからさ。あ、そうかそうか。残り1本、ラーストの1本。アイスエイジ。おー、よくわかったね。なんかここに湿ったうんこつけて、洋室だったら嫌だな、もう。あら、これは不穏な。うん、洋室作るときさ、湿ったうんこ引いて、壁にこうな、湿ったうんこ、バリバリの湿ったうんこをして、うん、壁に頭でなするさ、うん、それが始まってる可能性もある。マジで？もし黄色い、始まってて掘っちゃったら どうなんの？完全に完成してると作り直せない場合がある。だったら死ぬ？うん、死ぬ。でもまだメスが作り始めたばっかだから、オスは大丈夫だと思う。ああ、そっか。でもこれがメスの場合もあるじゃん。ああ、その通りかもしれん。ああ、メスかもしれん。これメスだね、多分。サイズ的に。うん、
半分ぐらいしかないもん今までの。湿ったうんこつけてただけあるわ。でもメスもまあ入れ替えちゃっとくか。マジっすか。じゃあこっち入れとくか。まあそうだね。え、ハエがいても別に溶化できるよね。ん、問題ある？いや、溶化できるよ。じゃあいいや。いない方はもちろんいいだけどさ。まあそりゃそうだ。 5.7g で溶化すると何ミリぐらいの。うわ、わかんない。メスどうだら 5.7 で、うん、まあ 5.8 か今。 5.8 ゴーヤ40はいく。いや40いかないと思うな。いかない。36、7ぐらいじゃないかな。でもメスが36、7ってことはオスもあんまでかくならないんじゃないの。いや、それはわかんない。ゴーヤ1個メスだった。やっぱうんこをあんなとこに知ってきて、でもうんこはあそこに湿ったのくっつけてるだけあるわ、うん、もう出来上がってた。かわいそうに。よし、これで入れ替え終わりました。え、もうこっちにオスいないかな。どうだろう、いたら入れ替えとく。そうだね、そうだね。ジャパン同じ時期のやつで、これが洋室になってます。うんこ張って、うん、ここを湿ったうんこを張って、よい、さらぎの部屋作ります。はい。これ四角ないな台座が登場しましただけど上がりづらいな。でもなんかね、ここにね、でかいうんこがあるから、スタートはもうさ、この動画の未来はこいつに託された、うん、出てこねえな。メスか。あら、あら、あ、でもオスっぽいじゃん。頭ちっちゃいな、やっけに。あら、メスっぽいな。残念でしたいないんだわ、もう。 7.2 7.2 じゃでかいぜ。おお、あ、7.3 になった。 7.2 になった。こいつ自在にコントロールしやがる戦闘力を7.2 じゃでかいメスでね。何ミリぐらい。39mm かな。まあ39か。でも上から見たらでけえな、メスにしては。まあメスだろうけど、うん、でも立派だよ。うん、まあマット飼育だから祈ってれば40になるかも。マジで、うん、まあこんな感じ。地球ちょっとオスっぽいのはいなかったのででもメスの割合高いな、そうすると。これ全部メスだもん。平田はね、うん、まあ常温だと温度が低ければオス多くなるんだけど、うん、温度高いともうメスが6割ぐらいはメスになっちゃう。ああ、まあでもそう、うん、そうか。だからこんなもんじゃない。なるほど。はい。じゃあいいかな。まあいいや。まあいいや。まあいいやってどう言ってや。うん。まあでも最大はやっぱ、うん、あれだね、こいつらの方が大型産地なんだけど、うん、やっぱあれだね、小型産地の近親の方には体重勝てなかったね、うん、2例で投入するから、うん、オスメス多分よく見れば分かると思うさ、うん、それで判定して近親のやつ、同じ産地のやつで近親とあれと分けて同じ温度のとこでやった方が実験になったと思うさ、うん、まあね、うん、うん、まあ、また来年やるようだったらそうしてみて。うん、そうだね。はい、まあ軽く回すぐらいで、うん、まあやってみてください。わかりました。え、これは、うん、まだ入れ替えとかある。いや、入れ替えはもうしないと思います。何月ぐらい入荷する。今メスサナギになってて同じとこに置くなら、うん、あと3ヶ月はいかねえかな。2ヶ月半ぐらいするともう羽化してるかもしんねえな。でもこれが8日か、あと3ヶ月だね。3ヶ月、3ヶ月ぐらいでもう羽化まで行っちゃってるかも。わかりました。はい、じゃあその時にまた、じゃあちっちゃいのをその時掘り出したいと思います。いやでかくなってる予定そうです。はい、じゃあ70ミリが羽化することをみんな待っててください。待ってます。はい、それではサラダバー。あ、間違えた、アップしちゃった